可愛ければ、変態でも好きになってくれますかは、花冠あかりによる日本のライトノベル。イラストは、スネが担当している。MF 文庫 J より2017年1月から、刊行されている。下着が添えられた七しのラブレターの差出人の、正体を探す、主人公が、知り合いの女子たちの隠された、特殊性癖を垣間見ていくこととなる。 ラブコメディ作品で公式が設定した変付きの略称で呼ばれる。2021年6月時点でシリーズ累計発行部数は100万部を突破している。メディアミックスとしてコミカライズ版が月刊ドラゴンエイジにて2017年12月号から2021年1月号まで連載された。2018年5月にはシーサイドコミュニケーションズから ドラマ CD が発売され、2019年7月から9月までは、テレビアニメが放送された。担当声優は、テレビアニメ、ドラマ CD の順。2019年7月から9月まで、ATX 他にて放送された。ATX と GAO では、本編終了後に、本編監督の今崎いつきが、シナリオコンテ、演出、監督を担当する、ショートアニメ、 変月が放送及び配信される。時原者雪役の竹立彩菜と、小賀由花役の日高里奈による、ウェブラジオ、変月ラジオ、可愛ければ、変態でもラジオを聞いてくれますかお、2019年6月27日より、おと泉にて、各週木曜に配信していたが、10月3日の第8回をもって、番組を終了した。アニメ同様に、小が由花役を、 日高里奈が演じる、可愛ければ、変態でも好きになってくれますかただ花とデートエイズマーが、ドルサイトに2021年9月3日よりて発売された。花勘明かりの書き下ろしシナリオによるただ花との添い寝や、耳かき、お風呂などのシチュエーションを収録。ありがとうございます。